マジ父プリウスに道を譲りながら、愛知県一周 RTA、始めていきましょう。一宮インター降りてすぐの急カーブ、かなり強い G がかかります。準備運動がてら、タイヤの温度を確かめよう。その次の左コーナーは急勾配との組み合わせ。出発前に補充した、空気圧の前後バランスもバッチリですね。カメラ設定を超広角にしたのを忘れていたので、異常に飛ばしているように見える点はご了承ください。計測開始地点は、料金所から名古屋高速に合流し終わった後の、速度制限の標識をくぐったタイミングにします。東方 RTA 初心者につき、RTA の皮をかぶった、ドライブ旅の動画として、見ていただけると幸いです。さあ来るぞ、スタート。はい、ドラレコのループ録画からログを取りまして、夜の20時開始となりました。夜型生活につき起床したのは夕方、110キロで流れる80キロ制限路、深夜なら160で巡行もできる道ですが、ここは焦らずおとなしく、常識的に流します。あっという間に一宮線を抜け、都心環状への料金所です。ETC ゲートへのブレーキングを追い込みたくなりますが、ここの路面は荒い、特に雨天時、段差で跳ねて制動力が立ち上がらず、ABS が作動したことがあります。今日は幸いにも晴れていたので、比較的安全な路面を走れそうです。季節なベタ踏みは抑えつつ加速。ここから先、60キロ制限区間となります。1箇所だけ存在するオービスに対して、チキチキアタックを仕掛ける間に、ルール説明的なことをしましょうか。私が個人的な経験で選んだ景色や道が最高な観光スポット、そこを巡るだけです。さて、ここがオービス、誰が光らせるんだよ。最初に向かうのは北半島の先端。ほとんどが高速道路です。名古屋駅近郊の、都心環状エリアに来ました。直角左カーブからの、マジ基地合流が特徴、そして合流直後に、右に出口。一瞬で3レーンを渡る必要あり、ウインカーも使わない脳死低速ジジイ、日本名物である彼らは、愛知県にも例外なく多数生息しています。今回の RTA 中にも、幾度となく法定速度以下で道路を封鎖し、睡魔誘発によって命を奪おうとしてきました。注意力が切れれば、制動も反応もできずに人を引き殺すだけ。安全な長距離ドライブには、ここら辺の疲労マネジメントと、トイレ休憩所の確保が欠かせません。夜景が綺麗ですね。このまま都心環状をなんか、車が左右に入り乱れてカオス、高画角の弱点をもう一つ見つけました。普通の車間なのに、なんか煽ってるように見える。クソ単調な直線が続く退屈な区間を抜け、北半島道路の入り口まで来ました。右車線で煽ってますね。名古屋人の命に価値なんかない。引き殺しちゃったら保険に任せようの精神。逆に聞くけど、価値があると思って子育てしてたら、なんであんなに名古屋の公立のガキは荒れるんだ。流れるように地元をディスったところで、料金所に来ました。アホみたいに飛ばすつもりはないですが、道がそこそこ空いているようなら、下り坂を利用して稼ごうかな。また追い越し車線を走り続けてる。平均スピードの低さと、それゆえの意識の低さ、日本の自動車産業が、ドイツみたいになれない理由。あのテスラでも、今中国じゃそんなに売れてないですからね。スイスイ走って南端の料金所に到達。しばらくした道ですが、信号も少なくて快適ですよ。はい、来ました北半島の南端。本当なら右側には綺麗な海が広がるのですが、深夜に来てるのでそんなものはない。飛ばしたいなら深夜、景色を楽しみたいなら日中。今日は車多いですね。この駐車場に停めましょう。1時間100円ですが、1時間以内に出たらただ、という意味っぽいんですよねここ。さて、闇夜の潮風を浴びてきましょう。オレンジ色の、巡視船か何かでしょうか。闇の中で照らされた船って、武骨さの中に美しさがあっていいですね。ちょっと風が強いけど、フラット来るにはいい場所だ。帰りにラーメンでも食って帰れたらもう、海沿いを楽しみたい方は、竹豊インターで降りて、西側の国道に合流するといいですよ。暗すぎるので奥深く入らず、赤丸の角っこのところ、ここへの到達をもってクリアとしました。時刻は8時59分、普通にいい場所なので、ゆっくりしていってほしい。私は仮眠中も休憩中もカウントに含めましたが、泊まりじゃなきゃクリアできない件もあるし、公道走行でタイムアタックとかそもそも無理だし、深夜で好き勝手飛ばした分、調整していると思えばいいだろう。休憩中くらいタイマー止めて、景色を楽しんでくれよ。怪しくて安いエナジードリンクあるんだよな。ちょうどレッドブルが飲みたかったんだけど、迷った結果、我慢することに、ゴジラって気になるよね。見た目がジャンキーすぎて、発がん性物質入ってそう。値上げお知らせペーパー。さあ次に行こうか。サクッと出たからか、料金はタダでした。次に来たら自販機でドリンクを買って、お金を落とそうと思います。さて次に行くのは西浦パームビーチです。
こちらも海沿いの砂浜で、素晴らしいリフレッシュスポットなんですよ。さっきの高速道路から北上した方が早いですが、せっかく知多半島まで来たんだから、海沿いワインディングと、街並みを楽しんでほしいです。RTA という形式にしてるけど、ドライブの目的地が欲しい人向けの、観光地スタンプラリーみたいなもんだ。この先高齢者に盛大に詰まるのでカット。そこそこ進んでくると、工業地帯の夜景が見えるようになります。街灯に照らされた、闇夜に敷かれし天空の道。そんな幻想的な世界、ここから東側へ渡っていくんですが、そのためのトンネルが有料なんですよね。通行料は普通車260円で、ETC なし。開いてるゲートは一つのみ。今時 ETC なしってどういうことなの？お前は箱根の有料道路か。ETC 化しようとしたら、聴衆員の雇用が後か、設置費用が後かいうつもりか。コロナ禍で就活になって、安定最重視で就職先選んだ人、今頃後悔してたら笑ってあげます。その後は平野部の横断なのですが、この辺りは見通しが大変いいのですよ。昼間に来れば、一面に広がる田園地帯。速度を落として、窓を開けて風を感じたくなる。海沿いまで下ってきて、タイミングよく踏み切り、名鉄蒲郡線、ワンマンの表記、車内を見て思わず。誰も乗ってねえな。さあ。そしてまた進んできたんですが、また目の前で遮断機が折り上がった。おいこれさっきの電車だろ。うまいこと突破できないかなぁと、むちゃくちゃなことを企んでしまった。まあさっきのやつだよな。車両そのものもレトロだし、実物大の N ゲージみたいで風情ある。ここから先、西側ルートで下っていくのですが、道が絶望的に狭いんですよ。は？目の前ではみ出してきたんだけど？は？やっぱフルサイズ SUV ってクソだわ。あんな道に収まらなくて思い出部を、日本で乗ろうっていうコンセプトから破綻してる。まあ一般人の運転レベルがクソすぎたのが、引っ越しの決め手になった名古屋に、また戻ってきてるんだから仕方ない。左のミラーを電柱に打ち付けそうになる。左に寄り切ってから、ミラーの長さと電柱までの距離を目測して、今の寄せ具合で問題ないか判定する、ことあるごとにはみ出すより、よほど確実ですね。さあアホデブセグメントへの、事実陳列剤を重ねるのはやめておいて、ここから一気に険しくなります。すごい上り坂です。坂というか断崖絶壁です。本来は人間が開拓するような地形じゃない。だが、都市圏沿いの観光地として、旅館と道路が整備されて発展した。そういう見方をすれば、この西浦の半島は、箱根に近いものがあるな。いっそのこと、ここは一の箱根と呼びましょうか。オーシャンビューの旅館が多数立ち並びます。私も一回くらい、泊まりに来てみようかな。動画で見たら一瞬ですが、マニュアル車は坂道発進絶望するし、自転車は立ち漕ぎ無理ですよ。ここに駐車場があります。有料と書いてありますが、多分深夜や閑散期は、タダで止めさせてもらえます。周りが真っ暗なのに、ここら辺だけ明るいですね。22時23分に到着です。知多半島からここまで、1時間半くらいかかっちゃうわけか。地図で見ると近いんですが、信号待ちや走行距離が長く出るんだよね。明かりもない深夜でぼっちですが、ちょっと奥の方に行きましょうか。まあ暗闇だらけで何も見えないですね。後ろの方にライトアップされた旅館が立ち並ぶ、この辺りに着いたことをもって、第2チェックポイントはクリアといたします。奥の方に突き出した、岩場みたいなのあるんだけどね、寒いし戻りましょう。皆さんの感覚なら、この後はもう片方の、渥美半島の先端に向かうというのが定番でしょう。でもね、遠いし道がだるいし、時間ばっかりかかるのよ。海だけが目的ならここと知多半島で十分だし、申し訳ないですが、私から見ると、渥美半島はコスパ悪いですね。渥美半島観光は、単体で行くべき場所です。日帰りドライブでも、泊まりでも、さて、ガマフォルニアとかいう、インスタ撮影の聖地を通っています。見通しはいいですが路肩は狭くて、正直邪魔だと思います。何回も来てますが、私は止めて撮ろうと思ったことがない。千葉フォルニアが封鎖されたからな、写真映えスポットなら、路中しまくっていい、みたいな風潮はもうやめだ。そして少し北上すると、スパ西浦モーターパークという、サーキットみたいなところがあります。昼間に来ると、エンジン音が聞こえてくることも、ここが入り口ですね。この近郊でそれっぽい車とすれ違うと、ここに行くのかなと思ってしまう。偉大なる橋を渡りながら、南東のチェックポイントについて、道の駅の、潮見坂というところにさせてください。静岡県なんですけど、23号線というバイパスを走っていけるし、より安く、海を楽しみやすいスポットですから。日帰りで厳密にこだわろうとしたら、山奥の県とかどうするんだ。片道60分のくねくね一本道を行くのか、そして、同じ道を引き返すのか、それを3回ぐらい繰り返して、死ぬぞ。ある程度は、現実的に巡れるプランでありたいですよね。申し訳ないですが、大体で決めさせていただいております。
それにしても東側ルートはいいですね。ずっと海沿いだし、老害電柱ないし、美しい橋があるし。老害電柱は草。初期型のシルバーのハイエースって、なんで殺人的な煽り運転ばっかりなんだ。暗闇でほとんど見えませんが、右にはラグーナテンボス、ぼったくり価格の海鮮フードコートがあります。海鮮寿司が価格破壊なんだよな。殺伐とした大金ラッシュに混じって、抜きつ抜かれつ、うまいこと歩みを進めましょう。ここで当時の私、何を考えていたのか、カーナビを鵜呑みにして豊橋市街へ向かいます。国道1号線に乗りつつ、市街地を抜けるコースへ。ナビ上では15分のロスですが、それだけじゃないんだよ。おっと？突然の左折すぎて、反応が遅れました。タイヤさえしっかり使えばビシッと曲がれるので、重い車も、味付け次第か。何がダメかって、足の疲労なんですよ。クルーズコントロールで完全にサボれる、23号線のバイパスと違って、ストップ&ゴーの繰り返し、路面電車と一瞬だけ並走しますが、その姿は見られず。痛い失敗だったな。無駄なペダル操作と信号待ちで、右足を疲れさせたのは痛いぞ。この手のロスというか、体力マネジメントのミスは、終盤や翌日に効いてくるんだ。奥の方に謎の路中。右後ろの車との、距離感の見極めは絶対にミスれない。ぶつからなかったからセーフとかじゃなく、相手の気分も害さないような運転が理想ですね。聞けよな親人、さて先行した以上はペースダウンはしない。道がどうなってるかわからないんですが、これから23号と合流です。暗くて全然見えないんだけど、どう進めばいいんだこれ。そんなのばっかりだぜ。夜にドライブしてるとな。この交差点のあたりで、県境を越えて静岡県に入る。ただいまの時刻は、23時の40分頃。次の道の駅で長めに休もうかな。バイパスへの合流のコツは、思いっきりアクセルを踏んで、可能な限り速いスピードで並走することですな。さあ、1キロ走れば道の駅だ。勘違いしないでくれ。ここから先が長いんだ。ここから先が地獄なんだ。出発から5時間近く経ったけれど、まだ半分どころか、40% も終わっていないんだ。というわけで来たのですが、風が異常に強い。帽子なんか被ってきたら、タンポポみたいに飛ばされる。車内で寝てても、このまま 1.8 トンのプリウスが、パンケーキみたいにひっくり返るんじゃないかと思ったよ。空力的に有利なプリウスでもあれだけ煽られるんだ。軽ハイとワゴンを真横にして止めたら、横転すると思うよ。スマホ落としそうなくらい風が強い。向こう側が愛知県ですね。降りて歩いていくことも、車で真横まで行くことも可能です。潮見坂、海も見えずに風で死ぬ。ちょっとした災害体験施設なんだよな。さあうなれ、高々 1.8 リッターの発電機エンジン。これくらい踏めれば余裕だな。さてこれから長いですよ。浜名湖沿いを北上した後、一気に北東エリアまで駆け抜けます。工程の3分の1はずっと直線で、残りの半分を、深夜の山奥ワインディングと、浜名湖沿いドライブで分け合う形です。鈴木社の工場沿いに来ました。私が持ってる GSX も、ここで作られたんですかね。浜松市は、鈴木社の本社がある場所だ。浜名湖沿いに出ました。かなり長い時間を運転してるのに、動画だと一瞬で虚しい。ネズミ取り合ってそうですが、右手に浜名湖を望む、昼間は穏やかに流れる道です。ワインディングとしての楽しみもあって、名古屋からはちょっと遠いと思うけど、免許取ったら、2回はドライブできたい場所ですね。レンタサイクルもあるらしいが、車やバイクに慣れてる身には、今すらエンジンを手放せ、というのは酷だ。さて走ってきまして、半島みたいなところに右折して入っていきます。特徴的な橋があるんですよね。そしてここから先、終わりパークウェイのような道になります。具体的には、森林の中を切り開かれた、幅が広くて見通しのいい、信号のない直線がずっと続きます。夜だからわからんかったけど、左右にちょくちょく、湖が見えそうなスポットがありますね。しばらく長い登りが続きます。右の方にマンションが建ってて、ここら辺でふと、バブル期のリゾートマンションの話を思い出す。でも駐車場がみっちみちでしたね。コロナショックは、浜名湖エリアにとっては追い風になっているのかな。せっかく観光名所を巡っているんだから、ゆっくりしていってもいいんですが、私はいつでも来られるから、それにしてもこういう道、楽しいように見えて、だらだら流れて眠くなったりする。深夜でガラ空きだったからいいけど、昼間に50キロ足らずで詰まったら、まあ退屈するだろうね。このまま高速インターへ直行。一瞬だけ東名高速と並走した後、分岐して北上していきますよ。速いスピードでジャンクションのコーナーを抜けて来られると、その後の合流も楽で安全ですね。特に流れの速い深夜は、
さて新東名と当たるところに来ましたが、私は右へと分岐していきます。ここから先、何もないような山の中を、一直線に突き刺すようなトンネルが10キロくらい続くんですよね。形骸化してそうな60キロ制限標識を横目に、クルコンで落をさせてもらいます。ここら辺、飯田と静岡を高速道路でつなぐ、なんかの構想があったらしいんですね。交通系 YouTuber の定番ネタなので詳しくは取り扱いませんが、この区間はその名残かな。降り立ったはいいんだけど、ここから先がまた長いんだ。高速乗ってから道の駅まで、コンビニが開いていた記憶もない。そんな虚無な闇夜のワインディングを、ただひたすらに、無心で駆け抜ける時間が続く。私みたいに走るのが好きなら歓迎だけど、万人向けとは言い難い旅路だ。車とすれ違うのも、1時間に2台か3台。この時点で12時を回り、もうしかいねえよ。しか。そう、しか、この手のワインディングのボトルネック。出した速度の分だけリスクになる存在。いつの日かのドライブよりマシなんだけど、愛知エリアの山間部の夜間最大のリスクであることは間違いない。カーブ立ち上がった直後にこれだよ。フロントガラスの中しか見ない人なら対応遅れるから引くかもね。はぁ、長かった。この道の駅まで来られれば、頂上は目と鼻の先ですよ。何台か車がいて、そのうちの片方がずっとアイドリングしてるんですよね。高速道路のサービスエリアなんか、降りた瞬間に灰がすくさかったりするからな。展望テラスみたいなところに来ましたが、深夜なので冷たい風しかありませんね。昼に来れば、山と川が見られるはず。ただいま1時19分。潮見坂を出てからここまで、平均時速60キロほどでサクサク来られました。星が見えるんだけど、動画には映らねえ。さーて、サクッと茶臼山高原行きましょうか。相変わらず鹿の飛び出しリスクがあって、これっぽっちも油断できないですが、気持ちよく走っていきますよ。気温も下がってきて、6度くらいだったかな。雪が積もってる地域もあるし、もう冬ですね。よくわからんところを左折したら、矢筆峠と色葉坂を、組み合わせたようなくねくね道を登る。最初は2車線ありましたが、センターラインは突然なくなります。相変わらず対向車が恐怖ですが、夜間はヘッドライトの反射が手がかりになるので、昼間よりも楽なところが実はある。それとさ、落下物も怖いよな。迂闊に踏んだらパンクするぜ。2車線になったと思ったら1車線に、拡幅工事はやれる範囲で。矢筆峠っぽい。イニシャル D の愛知エリア編を作るなら、この茶臼矢筆色葉坂も追加だな。あえてリフトアップした WRX あたりが、ダウンヒルの直角カーブで、ダートをインカットしてオーバーテイクするんだ。立ち上がりでリアが乱れるので、タイム的な速さはないが、確実にぶち抜ける。リアを流して後続の加速をワンテンポ遅らせれば、4WD 軽量ターボの加速力で、ポジションを維持できる。そんな試合展開を期待するぜ。さて、茶臼山高原に着きました。未だにこの辺、何があんのか分かってないです。スキー場があったり、レストランがあったり、リフトがあったり。とりあえず止めます。どんな心霊スポット動画だよ。左右に池があるらしいけど何も見えねえぞ。ただ、上空の星空は感動です。思わず寝転んで眺めてしまいました。そのまま寝たら凍死しそうだけど、何も映らねえ。さて、茶臼山高原道路を下って、道の駅、どんぐりの里稲部に向かいます。赤点線のショートカットルートもありますが、青いルートで行くと、高原道路入り口に、別の道の駅があるよ。ああ、霧が出てきやがったか。さっき橋の継ぎ目で、フレームにひびが入るレベルの衝撃を受けたんだよね。バンプラバーも素通りして、ショックアブソーバーがぶっ壊れそうなレベルで、70キロくらいでダウンヒルの段差を超えると、たまに起こるんですよね。ノーサスペンションヒット。そういう振動から車を守るために、ゴムブッシュや可動部は、だるく作ってあるんじゃないのか。まあ慎重におりますよ。回生ブレーキで充電するために、バッテリーも使い切ってきたし。茶臼山高原、ここも単体で来るような場所だ。知多半島とセットで巡るとか正気じゃない。深夜帯のすいた道路と、プリウスのシャシーと、20代の体力に物を言わせた強行軍。この高原道路を下っている最中に、全行程の半分というか、だいたい 65% ほどを消費しますね。油断しないでね。下り坂は制動距離が伸びるし、しかも飛び出してくる。路面を覆う、なんだあの枯葉っぽいやつ。そして段差。こいつらの上じゃ、ABS の作動タイミングは一気に速くなる。ウエット性能評価が B の、225幅のレブのに、雨と段差の組み合わせはきつい。同じ景色が続いて単調な感じはありますが、名古屋からドライブに行くなら、茶臼山高原は外せないね。ここから先、平野部に降りていくまで、かなり駆け足で編集していこうと思います。というのも、道がありきたりだと思うからですね。153号線を、稲部からさなげグリーンロードまで下る。と定番でしょう？別にありきたりな道を走る義務はないぜ。走りたい道を走ればいい。153じゃなくて、北
北側に降りるコースもある。とりあえずこのまま、東海環状も使って、一気に平野部の最北端まで。まあ日帰りで一周するなら、どう越えた遠回りは、命を蝕む愚行となる。それに、愛知県一周なのに、盛大に岐阜県を突っ切るのも、いかがなものかと思うぜ。というわけで休憩して出たら、むっちゃ速いトラックがいましたね。どんどん離れていく。上りは待って、下りで詰めましょう。伊勢神トンネル出口で、15秒以上遅れた状態でのスタート。1.8 トンもあるプリウス PHV ですが、圧倒的なスタビリティのおかげで、タイヤグリップをしっかりと使っていける。超重量級相手に、意味があるのかわからない愚行をしていますが、張り合いがありますね。ただ勾配もカーブの R もきつすぎると、遠心力に勝てないんだよね。ほどほどに緩くて見通しのいい、そういうワインディングが、一番理想的なステージですな。また離れてる。また詰まってしまって、高欄系を過ぎたあたりで中断となりました。このままさなげグリーンロードへ入ります。パーキングエリア、日によっては夜間封鎖されてるので注意。ドリフト族のせいだな、車好きを消えるべき趣味にする奴ら。深夜帯はさなげグリーンロード無料開放。時間に余裕が出てきた。余裕って言っても、朝の4時台にゴールできればおんの字。それを予定通り、達成できそうなだけだがな。下道に降りてちょっとだけ北上。このまま東海環状に乗って、高速ワープをしていきますよ。何時間だっけ？ずーっと山道走ってたから、また楽ができます。その東海環状も途中から一車線になる。そこでつまらないことを祈るぜ。この辺りで、朝の3時台になってたかな。覚えてないけど、深夜料金が使えるのは嬉しい。ジャンクションの急カーブは、タイヤをしっかり使って曲がる練習。美濃加茂インターで降りてから、また少し下道を走ります。愛知県の最北端、よくわからないというか寄れるようなスポットが存在しなかったので、また岐阜県内をチェックポイントとしています。とある公園なんだけど、入り口がむちゃくちゃわかりづらくて、しかも突然、狭いところに入らなきゃいけないんだ。ここだよ。後続車なし、いたら一旦スルーすべきクソ駐車場。はい、収容台数少なめですが、ここを私はチェックポイントとします。すごい水の音がする。トイレも自販機もあるし、川の堤防に登れますね。展望台的なものがあるので、この辺りをチェックポイントとしましょうか。ただいま朝3時50分。稲部から降りてくるまで、だいぶかかりましたね。そりゃ3ヶ月くらいかけて、休日に日帰りでちょくちょく行くスポットを、たった一晩で巡ってるんだからな。さあてラストは北西です。また岐阜県サイドにある、とある川沿いの公園をゴールとしましょう。実はこのゴール地点、ラーメンの一覧と、すごく近いんだよね。1年前からずっと気になってて、24時間営業で、朝の5時頃までに行けば空いてるはず。祝杯というか、一覧によって変えることをこの旅の報酬に据えて、RTA チャートを設計しました。ゴール直前、狭いところを通ります。疲労や集中力のマネジメント、旅慣れしないと安全には行えません。正直、家からの往復を考えると、日帰りで安全に完了できるとは、ちょっと言い難いです。走者の安全のためにも、休憩施設の敷地内では、カウントは止めた方がいいな。私は計算がめんどくさいし、元から破綻している RTA なので、休憩もカウントに入れます。おっと、公園の入り口が閉まっていましたか。どうせ誰も来ないだろうしすぐ出るし、ここら辺に止めていきましょう。どこをゴールにしようかな、だらだら歩こうか。もう朝の4時半だよ、8時間以上走ってたわけか。PHV で、冬場でよかったです。エンジン排熱の心配も、ほとんどなかったですから、登山の RTA を見ていると、看板へのタッチを持ってゴールとしているようですね。どうしよう、せっかくだし、愛知県側に近づこうか。はい、川沿いの柵にタッチして、愛知県一周 RTA、ガバガバですがゴールとさせていただきます。乾燥した感想ですが、これ日帰りはギリギリですね。いや、慣れてないと無理、時間がシビアです。それは集中力も、腰の痛みも、2日くらいに分けた方がいい。チェックポイントごとに中断しながら、バカだと思います。こんなことやって。だって、家から1時間半とかかけて、わざわざ一宮まで平野横断していって、一覧食ってから帰って、家出た時には夕方だったし、家に着いた時には、日が昇り始めてたよ。まるまる一晩、ドライブのためだけに使ったのか。というわけで、一覧へのウィニングランを移しつつ、所要時間の計算と参りましょう。秒はどうでもいいや。はい、結果は8時間27分です。ちょっとした登山かよ。隣に岐阜県とか静岡とかあるけどさ、やろうと思ってたけどさ、これ日帰り無理だわ。じゃあ泊まりで壁地まで走りに行くかっていうと、一度やってだるさを知ってるからこそ、飛行機で沖縄まで行って、レンタカーでも借りてみると面白そうですが、飛行機代と宿代出してまでやるかっていうと、というか今、素で踏切を見落とすところだったよ。ぐだってきたし一覧入りました。濃厚で味わい豊かな豚骨スープ、とろけるようなチャーシュー、辛味のあるタレ、味集中カウンターだっけ、ラーメンそのものも、食事体験の新鮮さも、
感動ものです。せっかくの機会なので、杏仁豆腐もいただきました。味わい濃厚で、10分以上かけて食えそう。ラーメンとかここ数ヶ月食ってなかったんですが、やっぱいいものはいいですね。実体験に金と時間を使う、その価値を改めて思い知らされた。できる範囲で丁寧にしておきました。ごちそうさまでした。機会がありそうなら作ってきます。はい、ご視聴ありがとうございました。